今日はですね、この前ですね、ドローンのスクールに僕参加してきたんですけど、その後動画すぐ上げて、とある企業さんからご提供があったので、そちらを紹介したいと思います。こちらのね、ドローンを、提供していただいたので、今回こちらをね、紹介していきたいと思います。 E58 という、トイドローンですね。で、なんで今回こちらいただいたのかというと、普通のドローンって高いじゃないですか。で、あれを買ってもいいんですけど、ただあれを練習用に使うっていうのはちょっとね、厳しいんで、練習用のドローンがね、ちょっと欲しかったっていうのもあります。今回こちらをね、ご提供いただいたので、上げていきます。本当はね、前にね、持ってたね、このちっちゃいドローンもあるんですけど、こっちでもね、練習していきたいと思います。説明書、コントロール。で、これが本体です。で、USB のケーブルと替えのプロペラが2個と、今回バッテリーがね、2個ついてるパックで、こちらはプロペラガードで、これでバッテリー2個、今1個ついてるんで計3個ですね。3個ついて、このセットで1万円を切ってるというやつです。なんかスマホと連動すると、ここのカメラがね、720p で200万画素だったかな、に対応してるらしいんで、なんか動画が撮れるみたいです。で、このコントローラー自体にもスマホをね、取り付けることができます。ちょっと飛ばしてみよう。ここで多分飛ばせるはず。わお。こっちのスイッチ入れて、上に1回、下にもう1回で接続が完了。これですね、モード2っていうやつなんですよ。で、モード2ってどういうやつかっていうと、モード1、普通に日本で主流になってるモード1って、こっちが上昇下降なんですけど、それが逆になってるとかね、ちょっと設定が違う感じなんですけど、でね、多分ね、このアンテナはダミーです。このアンテナダミーです。で、飛ばすにはこのボタンを押すと自動で離陸してくれます。ちょっと、めっちゃむずい。試しにね、こっちのちっちゃいやつもね、飛ばしてみましょう。これはね、ちょっと部屋でね、飛ばす分にはね、ちょうどいいんですよ。モード1に慣れてるんで、操縦が。こんなホバリング性能が全然ないからさ、自分でここのね、上昇下降を使ってうまく上下のホバリングで、モーターのバランスも多分合ってないんで、勝手にウィーって行っちゃったりとかするんで、当て勝ちしてなんとかここで耐えるみたいなね。まだこっちの方がね、操作ね、しやすかったかもしれない。これ結構ね、勝手に前に行っちゃう。あと部屋が狭いから、壁に当たった風の乱気流が自分で
こうやって壁に向かって行っちゃうんで、そこがやっぱ難しいかな。でスマートフォンとも、これね、スマートフォンと連動することができるんですよ、 Wi-Fi で。今プレイっていう画面があるんで、プレイを押しますってやると、はい、僕がもう一回離陸してみます。あのね、勝手に接続切れたし、若干ね不安定かな。まあ練習には持ってこいだと思うんですけどね、その逆に不安定さが、あの GPS オフで使ってる状態とほぼ変わらない状態ですね。そういう練習をしたかったからやったみたいなもんなんですけどね。うーんってなんか猫来た。そう、ただねこれモードの切り替えができないんですよ。それがちょっとね、まあ、海外の主流だとモード2がやっぱり多く使われてるみたいなんですけど、そうですね、モード1の、ドローンも欲しいですけどね。まあそれだと多分 DJI とか、なんか家にねこういうねプロポがねあるんで、通販とかで探せば USB のついたやつとか売ってて、パソコンにつないでパソコンにそのソフトをダウンロードして自分で、このプロポを使ってね、あのシミュレーションをやるとかねできるらしいんで、まあそれでもいいんじゃないですかね。これもね、なんか確かね、うん、あった気がするんだよね。確かこれね、ここに USB っていうか、あの、プラグを挿して、USB に挿して、できるっていうね、なんか、あれが、ケーブルがあったはずだったんですけど、ちょっと今見当たらないんで、まあ、家の中だったら多分これちっちゃいのか、部屋でやるには、結構動きがね、大雑把にグワッて動くから、狭い部屋だとあんまり向かないですね。あと物が多いところなんで、もう庭で飛ばすか、もう庭とかで飛ばすか、ちょっと広めの部屋とか、あとはもう体育館借りて体育館でやるとか、それぐらいがちょうどいいと思います。で広いところでやるだったら全然問題ないと思いますよ。はい、ということで今回はこんな感じです。